セントフラスキンとは19世紀末に活躍したイギリスの競争馬、シュ馬バである。父セントサイモンは前年までにリーディングサイヤーを6回獲得し、3区のクラシック獲得数が九に達する大シュ馬バであったが、この世代以前の活躍馬は極端に貧馬に偏っており、クラシックを勝った馬はすべて貧馬であった。セントフラスキンが大馬としては初めてのクラシックホースである。 主な勝倉に2000ギニー、エクリプスステークス、ミドルパークステークスなど、同父で同世代のパーシモンとはライバル関係にあった。ミドルパークステークス、プリンセス・オブ・エールズ・ステークスでパーシモンを下している一方、ダービーでは金さんの2着に敗れている。エクリプスステークスを勝った後はセントレジャーを目指したが故障で引退。生涯成績は11戦9勝。 セント・サイモンサン区3番目に稼いだ馬であり、獲得賞金は32,960イギリスポンドに達した。引退後はタネボバとなり、ロスチャイルド家のもとで強要された。三区にニカンバ・セント・アマンなどの活躍馬が出て、セント・サイモンの後継種ボバの一頭としての地位を確立した。1903、1907年にはイギリス・アイルランドの首位種ボバとなった。 不兄子孫はすでにサラブレッドとしては滅んでいるが、セイントジャストの孫オレンジピールの子孫が馬術競技分野で繁栄している。ありがとうございます。